ヒューストン・アストロズ。ヒューストン・アストロズ、略称、HOU は、メジャーリーグ・ベースボール、以下、MLB ・アメリカンリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、テキサス州ヒューストンにある、ミニッツ・メイド・パーク。1962年のナショナルリーグのエクスパンションで、それまでの8球団から19球団に拡張されるに、伴い、ニューヨーク・メッツと共に、 ヒューストンフォルト 45S45 45として創設され、ナショナルリーグに加盟した。1965年にヒューストンアストロズに球団名を変えて、現在に至っている。1980年、1981年には、西地区に連覇。1996年から1998年に、かけては地区3連覇など、地区優勝7回を誇るが、初のリーグ優勝は、 ワイルドカードを獲得した2005年で、この年はワールドシリーズでは一勝もできずに敗退。2013年にアメリカンリーグ西地区へ転属。2017年に球団二度目のリーグ優勝。MLB 史上初となるナショナルリーグアメリカンリーグ両方からのワールドシリーズ出場を果たし、ワールドシリーズも制覇した。本拠地としたヒューストンが高温多湿の気候であり、 蚊の発生などの問題に悩まされていたため、球団創設前から屋内型球場の建設が計画され、1965年に世界初のドーム球場であるアストロドーが建設された。また2000年に開場したエンロンフィールド、ゲンミニッツメイドパークも開閉式、屋根付き球場である。また1975年には、歴代で最も派手と言われる、 レインボーカラーのユニフォームが導入され、話題を呼んだ。このレインボーカラーは1993年までチームカラーとして使用され、アストロズ特有のチームカラーとして親しまれた。レインボーと言われるが、実際は赤、朱色、オレンジ、黄色である。アメリカ国内でも特に人種差別の根強いテキサス州を本拠地とするためか、かつては、 他球団に比べ白人選手の割合が非常に高く、2005年のワールドシリーズでも黒人選手が一人もいない、スターティングメンバーが波紋を呼び、物議を醸した。2006年には、ジェフ・バグウェル、2007年には、クレイグ・ビジオと長らくチームを支えた二人が引退したため、チームの若返りが急務となっていた。その後、2010年代前半の低迷期の期間や、 直後に、ホセアルトゥーベやカルロスコレアなど生え抜きの若手が主力選手に育ち、2017年のワールドシリーズ制覇につながっていった。1962年、ナショナルリーグの球団拡張と同時に、ヒューストンコルト 45S、45s として創設。名前は、当時ヒューストンに存在した拳銃製造会社のコルトファイヤーアームズの 代表的な拳銃であった、コルトシングルアクションアーミー、コルト45ピースメーカーに由来する。コルト45拳銃は、19世紀後半の西部開拓の時代に評判となり大いに売れた拳で、映画やテレビ映画にも、コルト45という題名があるくらいに、有名な拳銃であった。この年には、ヒューストンコルト 45S と同時に、ニューヨークメッツも創設され、 この球団拡張によって、ナショナルリーグは8球団から10球団となった。当時は、エクスパンションドラフトが充実しておらず、フリーエージェント制度がなく、リーグを代表するような長距離砲を獲得できず、メッツもコルト 45S も苦しいシーズンを乗り切らなければならなかった。同年4月10日に、最初の試合を本拠地である、コルトスタジアムで行った。対戦相手には、 シカゴカブスを迎え、11対2で初試合を初勝利で、飾り、その後の3連戦を3連勝と最先のいい、スタートを期。結局、初年度は64勝96敗を記録し、リーグ8位となった、リーグ9位は、シカゴカブスで、最下位は、同年に創設されたメッツで40勝120敗だった。ハリー・クラフト監督の再敗が良かったという見方が、大半を占めた。 翌1963年からスカウトが若手選手を中心に集め、年々その若手選手の活躍が目立つようになった。1963年9月29日、メッツとの最終戦で、ジョン・パチョレック、ジム・パチョレックの実刑がメジャーデビューし、3打数3安打3打点に至球に得点という成績を残した。しかし、故障などがたたって、翌年以降は、 メジャー昇格が叶わず、この1試合に出場した限りで引退した。そのため、パチョレックは、打率1.000を記録したまま引退した選手の中で、最も打数の多い選手として、メジャー史に名を残している。また、この試合で、勝利投手となったジム・アン・ブリッドが、翌年の4月8日にガンにより33歳という、若さで亡くなり、彼の背番号である32番は、 チーム初の永久欠番となった。この頃、チームで活躍した選手には、後に新種なティレックスでプレーし、ビッグレッドマシンの一員として知られるジョー・モーガンや、通算1920試合の出場で1665アンダー、291本塁打を記録。後に永久欠番に指定されるジミー・ウィンなどがいたが、打球団に比べ戦力不足は否めなかった。 1964年4月23日のシンシナティレッツとの試合で、投手のケン・ジョンソンが、レッツ相手にノーヒッターを達成しながら0から1で敗戦投手になった試合は、この頃のチーム状況をよく表した試合の一つであろう。コルト 45S は、その後アストロズと名を改めるが、1968年まで90敗前後と、大きく負け越すシーズンが続くこととなる。 1965年、地元に NASA の宇宙センターがあることから、アストロノーツ、宇宙飛行士を縮めて、ヒューストン・アストロズに改名した、なおヒューストンには、NBA のヒューストン・ロケッツも損するが、こちらの前身は、サンディエゴが本拠地であり、その頃からロケッツという名称だったため、NASA が名前の由来というわけではない。同年には、世界初の屋内型スタジアムである。 アストロドームが開場し、その近未来的な形から大きな注目を集めた。屋内型スタジアムが建設された背景には、地元ヒューストンの高温多湿な気候と、それに伴う蚊の大量発生が観客や選手を悩ましていたことが挙げられ、これらを一挙に解決するための画期的な方法だった。結果的に、アストロドームの会場によって、観客数は リーグ9位にもかかわらず前年の72万5773人から215万1470人まで増加し、商業的にも大きな成功を収めることとなった。球団創設2年目くらい以降6年連続で90倍以上を記録し続けていたが、1969年には東西地区制が導入され、アストロズはナショナルリーグ西地区に移動。 同年には81勝81敗を記録し、チーム史上初めて勝率5割に乗せるが、地区5位、6チーム中に終わっている。その後は、負け越しが続き、1972年には、名称レオドローチャーが監督に就任。再び勝率5割台に復帰し、一時期は優勝戦線に加わった。しかし、後半戦は失速し、優勝には手が届かず、地区3位に終わった。 1975年1月5日には、ノーヒットノーランを2回成し遂げ、通算104勝を挙げていたドン・ウィルソンが、ヒューストンの自宅にて、ガス中毒事故により死亡するという悲劇が起こり、この年の4月には、ウィルソンの背番号である40番が、チームの永久欠番となった。また、同年には赤、オレンジ、黄色、ネイビーからなる、レインボーカラーのユニフォームが採用され、話題となった。 このレインボーカラーは1993年までチームカラーとして導入され、そこからアストロズはレインボーガッツという愛称で呼ばれることとなった。しかし、この年は64勝97敗と大きく負け越してしまい、畜細会に沈んでしまった。また、シーズン途中にはビルバードンに監督が交代している。そしてこの頃から上昇気流に乗り始めた。 1976年6月15日、本拠地、アストロドームでパイレーツ戦が予定されていたが、洪水のために審判、球場関係者、ファンが球場入りできず、グラウンド外のコンディション不良による試合中止とい、メジャー史上初の陳事が発生した翌日からは通常通り試合が行われている。1979年、チームは開幕から首位を走り、 7月4日の時点で2列に10.5ゲーム差をつけた。この年のアストロズはチーム本塁打数は49本、本塁打を10本以上打った選手は1人もいないと言い、非力な打線だった。しかし、コゼクルーズをはじめ4人の選手が30盗塁以上を記録し、チーム盗塁数は190個を数えるなど、機動力野球で他チームを翻弄した。また、投手陣でもジョーニークロ、 JR リチャードの両エースが活躍。アニフィルニークロと共にナックルボールの使い手として知られたニークロは21勝を挙げ、最多勝ちを獲得。リチャードは防御率2.71313奪三振で最優秀防御率と最多奪三振を獲得し、リチャードは右投手、リーグシーズン新記録となった。しかし、その後はレッツが猛追。 シーズン終盤で首位を明け渡し、最終的に1.5ゲーム差で地区優勝を奪われてしまった。リチャードは翌年に心臓疾患により引退した。1980年カリフォルニア・エンゼルスからノーラン・ライアンを4年450万ドルという当時では破格の契約で獲得。ライアンはメジャー初の100万ドルプレイヤーとなった。また、レッツからはジョー・モーガンが チームに復帰し、モーガンは経験豊富なベテランとしてチームを引っ張った。彼らの活躍もあってチームも勝利を重ね、最終的にロサンゼルスドジャースと同率主位に並んだ末優勝決定戦に勝利し、球団創立19年目にして初の地区優勝を果たした。続くリーグチャンピオンシップシリーズではフィラデルフィアフィリーズと対戦。 第一戦以外はすべて延長戦による決着という激戦の末2勝3敗で敗れリーグ優勝はならなかった。1981年ドジャースからドン、サットンを獲得。サットン、ライアンという当時のナリーグを代表する右腕投手が揃った。9月26日にはライアンが通算5度目のノーヒットノーランを達成しサンディコーファックスの持つ MLB 記録を破った。また、自己最高となる防御率1.69を記録し、最優秀防御率も獲得した。同年にはストライキによって、全校規制となり、アストロズは33勝20敗で、後期優勝を飾る。プレイオフでは、前期優勝のドジャースとのディビジョンシリーズに臨み、第1戦、第2戦と連勝したが、その後は3連敗を喫し、地区優勝はならなかった。 1983年4月27日には、ライアンが、ウォルター・ジョンソンの持つ通算3 5 0 9脱三振を抜き、通算脱三振の MLB 記録を更新。1986年には、マイク・スコットが、スプリット・フィンガード・ファスト・ボールをマスターし、見えない球をどうやって、打つんだ。と言われるほどの魔球だった。18勝10敗、防御率2.22。 306奪三振を記録し、サイヤング賞を受賞。スコットはこの年の9月25日には、ノーヒットノーランを達成し、打線では、グレン・デイビスが31本塁打を放ち、アストロズでは、ジミー・ウィン以来となる30本塁打以上を記録した。本拠地のアストロドームは極端に本塁打が出にくい。球場として知られ、アストロズの選手が25本塁打以上を記録するのも、稀でった。 この年は彼らの活躍もあって2度目の地区優勝を果たした。続くリーグチャンピオンシップシリーズではメッツと対戦。共に2勝ずつを挙げたが、第5戦、第6戦と共に延長の末に敗れ、リーグ優勝はならなかったが、マイクスコットが2試合に登板し、防御率0.50、2勝を記録し、この活躍が評価され MVP を受賞している。その後、 1988年限りで40歳を迎えていたライアンをテキサスレンジャーズに放出。ライアンは翌1989年には16勝301脱三振を記録し、この年には前人未到の5000脱三振を達成。その後300勝2度のノーヒットノーランを達成するなど、その健在ぶりを示した。逆にチームは低迷し、 1990年代、中盤まで優勝とは、縁のないシーズンが続いた。また、観客源にも悩まされるようになり、移転話も持ち上がったが、こちらは結局実施されなかった。1988年には、クレイグ・ビジオには、ジェフ・バグウェルが、メジャーデビュー。ビジオはデビュー当初は保守だったが、その後はニルイッシュに転向し、メジャーを代表する、名ニルイッシュへと成長する。 バグウェルはデビュー前にボストンレッドソックスから獲得し、その独特のガニマタダ法で知られた。デビュー1年目には打率294、本類打15本、打点82という好成績でナリーグ新人王を受賞した。1990年には前年、前々年日本プロフェッショナル野球組織セントラルリーグ加盟の 読売ジャイアン続属したビル・ガリソン加入も翌年からはデトロイト・タイガースに、1994年から1995年の MLB ストライキによってシーズンが中断したにはナショナルリーグ中地区に移動。監督にテリー・コリンズが就任し、チームカラーも長年親しまれてきたレインボーカラーラコンと金を基調としたカラーに変更された。この年にはバグウェルが打率。 368.39本塁が116打点という驚異的な成績を残し、ナリーグ MVP を獲得。ビジオも39盗塁を記録し、盗塁王を獲得した。また、シーズンでは、シュイレッツに0.5ゲーム差のチク2位でシーズンを終え、翌もチク2位となるなど、次第にチームも上位に進出する機会が多くなる。コリンズ監督は、口数が多く、 ビジオラスター選手とは、ソリが合わず解任された。2番、ラリーダーカーが監督に就任したが、メジャーでは異例である18年間もテレビ解説者を務めた後の週で、采配や手腕を疑問視された。しかし、84勝78敗ながら、久々の地区優勝を果たした。この頃には、ビジオ、バグウェル、デレクベルの3人が、チームの中軸として活躍し、キラー B、S。 キラービーズ、殺人チの意味でアフリカナイズドミツバチの俗称。三人の名字の頭文字が B で始まることから名付けられたと呼ばれた球団から恐れられた。翌は球団記録となる102勝60敗で地区優勝。トレード期限の7月31日にはランディ・ジョンソンを獲得した。も九97勝65敗を上げ、地区3連覇を果たした。しかし、 いずれもディビジョンシリーズで敗退し、リーグ優勝は果たせなかった。カラーは老朽化の進んでいたアストロドームから開閉式、屋根付き球場であるエンロンフィールド、現在のミニッツメイドパークに本拠地を移した。またこれに伴い、チームカラーもレンガ色と黒を基調としたカラーとし、ロゴデザインもレトロチックな流麗なものに変更するなど、 これまでの近未来を意識したデザインからの脱却を図った。2、再び地区優勝を果たすが、またしてもディビジョンシリーズで敗れた。この年には、ランス・バークマンが頭角を表し、スイッチヒッターとして、メジャー初の52塁打、30本塁打を同時に達成。ベルに代わって、ビジオ、バグウェル、バークマンによるキラー BS を形成した。翌2002年からは、 ダーカーに代わり、ジミー・ウィリアムスが監督に就任するが、2002年、2003年と、地区2位に終わった。引退宣言を撤回したロジャー・クレメンスとアンディ・ペティットの両投手がチームに加入。クレメンスは18勝4敗を挙げ、歴代最多、7度目、最年長、42歳、最多球団、4球団となるサイヤング賞を受賞した。また、 この年のシーズン途中には、カルラス・ベルトランもチームに加わり、ビジョ、バグウェル、バークマン、ベルトランによるキラー BS とジェフ・ケントの5人が20、本塁打以上を記録した。シーズン途中には、ウィリアムスからフィルガーナに監督が交代し、地区にいながら、ワイルドカードを獲得。リーグチャンピオンシップシリーズに駒を進めたが、同地区のセントルイス・カージナルスに3勝4敗で、敗れた。 よくは、前年20勝を挙げ、最多勝ちを獲得したロイオズワルト、クレメンス、ペティットによる、協力先発陣が、フル稼働し、2年連続で、ワイルドカードを獲得。リーグチャンピオンシップシリーズでは再び、カージナルスとの対戦となったが、これを4勝2敗で下し、球団創設44年目にして、初のリーグ優勝に輝いた。続く、ワールドシリーズでは、 シカゴ・ホワイトソックスと対戦。どの試合も僅差ながら、4連敗を喫し、ホワイトソックスの88年ぶりのワールドチャンピオンに、花を添えるだけとなった。2は、カージナルスに次ぐ1.5ゲーム差で、チクニーとなったが、ワイルドカード獲得はならなかった。同年限りで、バグウェルも引退を表明し、クレメンス、ペティットの、両投手も共に、ヤンキースに移籍した。 よくはレンジャーズから FA でカルロスリーを獲得したが低迷し5月には12年ぶりの10連敗を喫するなど7年ぶりに勝率5割を切って地区4位に沈んでしまった6月28日のロッキーズ戦で球団史上初の通算3000本安打を達成したビジオはシーズン途中に引退を表明し監督もガーナーからセシル・クーパーに交代一方で ハンター・ペンスが打率322.17本類が69打点と高成績を残し新人王投票でも3位に入るなど世代交代を印象づけるシーズンとなったビジオの後釜には FA で松井和夫をトレードでミゲル・テハダを獲得し新たな二遊間を形成したしかしそれ以降は低迷期に突入し2011年はペンス マイケル・ボーンを放出して、若手に切り替えるも、球団創設初の3桁敗戦となる106敗という、屈辱を味わった。2012年にはフロントを大刷新。チームもクローザーであるマーク・マランソンを放出し、抑え不在の中、本格的に若手を切り替えるシーズンになる。クローザーのブレッド・マイヤーズを、ホワイトソックス、主軸のリーを、マイアミ・マーリンズへとそれぞれ放出。7 8月は大型連敗の繰り返しで、ブラッド・ミルズ監督を途中解任。新鋭、ホセ・アルトゥベ・ニルイッシュの古軍奮闘も実らず、昨年を上回る107敗を喫して2年、連続再開に沈み、後味の悪い最後のナリーグを終えた。11月19日、ドレートン・マクレーンオーナーが、球団売却の方針を明らかにした、と、大リーグ公式サイトなどが報じた。 5月16日にマクレーンがヒューストンの実業家を中心とする投資家グループに約6億8000万ドル、約551億円で売却することで合意に達したと複数の米国メディア複数が報じた。2013年からアストロズはナショナルリーグ中地区からアメリカンリーグ西地区へ移動することになった。リーグ再編は1998年に ミルウォーキーブルワーズが移動して、以来のことで、ナショナルリーグからの離脱は1899年オフに、クリーブランドスパイダーズ、ルイビルカーネルズ、ワシントンセネタースの4チームが、球団削減策により解散して、以来のことである。アリーグ初年度は終盤25連敗を喫するなど、大不振、全球団で最多の三振を喫し、3年連続100敗以上の111敗で、最下位に沈んだ。 2014年シーズンは、開幕前に、FA のスコット・フェルドマン、チャド・クオールズを獲得したり、トレードで、デクスター・ファウラーを獲得した。このシーズンは70勝92敗で地区4位になり、4年ぶりに、地区再開を免れた。若手の台頭が顕著で、ホセ・アルトゥーベは打率。341盗塁56個安打数225で、首位打者、盗塁王、 最多安打の3つのタイトルを獲得した。3年前のドラフト1巡目指名のジョージ・スプリンガーがデビューした。ダラス・カイケルが初めて200イニングに到達し、メジャー3年目のコリン・マクヒューもブレイクした。MLB の専門家の中には、2017年にアストロズはプレーオフに行くことができると評している者も,もいた。事実、チームは2017年にリーグ優勝し、 球団史上初のワールドシリーズ制覇を果たした。2015年、シーズン前に、積極的な補強を行い、抑えのルーク・グレガーソン、セットアッパーのパットネシック、長打力のある、ハンク・コンガー、コルビー・ラスムス、エヴァン・ガティス、ルイス・バルブエナ、ジェドラウリーなど、新た1 0人を獲得して、4月から5月にかけて10、連勝を記録し、予想を覆し主位を走っていた。しかし、 大型連敗をする時期もあり、安定しているとは言えないが、6月に2012年ドラフト、全体1位のカルロス・コレアがメジャーに昇格し、目覚ましい活躍をしており、先発投手のランス・マッカラーズもデビューして、まずまずの成績を残している。7月にはアスレチックスからスコット・カズミアー、ブルワーズからマイク・ファイヤーズをトレードで獲得し、駒不足と言われていた。 先発投手の補強に成功した。カルロス・ゴメスもトレードで獲得した。9月には、レンジャーズと激しい首位争いを繰り広げるも、終盤に入ってからレンジャーズが追い上げる一方で、チームは徐々に失速し、レンジャーズに首位を明け渡してしまう。そして最終戦に持ち込みながらもレンジャーズに、西部地区優勝をさらわれ、ワイルドカード2位で、滑り込みリーグ優勝を果たし、当時は、 ナショナルリーグだった2005年以来10年ぶりのポストシーズン進出を果たした。ニューヨークで行われた東部地区に所属するヤンキースとのワイルドカード進出決定戦で田中正宏をラスムスとゴメスの2発で沈ませ10年ぶりの地区シリーズ進出を果たした。続く地区シリーズではカンザスシティロイヤルズに対し優勝決定シリーズまであとアウト6個の場面から 通婚のエラーもあり逆転され2勝3敗で敗退した。だが、ワールドチャンピオンを果たしたチームに対して最終戦まで持ち込んだとも言える。2年前まで3年連続100敗していたとは思えないチームの躍進であり、来季以降にもつながるシーズンとなった。2017年シーズンは、青木先親をマリナーズから、ブライアン・マッキャンを世代交代を図るヤンキースから、 獲得。5月30日の敵地ツインズ戦では8回までに2から8とリードをされながら一挙11点を奪って6対8と当時シーズン19回目の逆転勝ち。8回までに6点差以上つけられた試合は659回あり、全敗していたが660回目にして初勝利を挙げた。青木はシーズン途中で トロントブルージェイズへ移籍したが、アルトゥーベやコレアなどによって、強力な打線が構築された結果、チームは、レギュラーシーズンで101勝を挙げ、アリーグ移籍後発となる、地区優勝を果たす。その後出場した、ディビジョンシリーズでは、ボストン・レッドソックスを、リーグチャンピオンシップシリーズでは、ニューヨーク・ヤンキースをそれぞれ下し、チームとしては12年ぶりとなる、リーグ優勝を果たした。 ワールドシリーズでは、ロサンゼルスドジャースと対戦。アストロズは、MLB 史上初めて、ナショナルリーグ、アメリカンリーグ双方から、ワールドシリーズ進出を果たしたチームになった。第一戦は敗北するも、続く、第二戦は延長戦の末に勝利。前回出場した2005年のワールドシリーズでは一勝も、できないまま敗退したため、これが、チームにとって、ワールドシリーズ初勝利となった。 第5戦で延長10回のランダ戦をアレックス・ブレグマンのサヨナラダの末に13対12で勝利し初のワールドシリーズ制覇に王手をかけると3勝3敗のタイに持ち込まれた後の最終第7戦でダルビッシュ U から初回わずか3球でワールドシリーズ第4戦からの3試合連続ホームランを放ったスプリンガーが出塁し続くブレグマンの打席で1、2塁間のゴロだったのが ファーストのコディベリンジャーの玉とダルビッシュのカバーが合わずに悪送球となり、エンタイトルツーベースで先制。ブレグマンも二塁に進塁すると、アルトゥーベの打席で、すかさず投塁。そのアルトゥーベが、ファーストゴロを放ち初回2点を奪う。2回に、先頭のマッキャンが、フォアボールで出塁し続くマーウィン・ゴンザレスが、ツーベースヒットで、無視二塁三塁。 レディックは打ち取ったもののランス・マッカラーズ・ジュニアがセカンドゴロで3点目。そして1、3塁でスプリンガーがワールドシリーズ史上初の4試合連続ホームランで勝負あり。5対1で勝利し、球団史上初のワールドチャンピオンに輝き、9月のハービーで甚大な被害を受けた地元ヒューストンのファンに最高の形で恩返しした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。